陳酒の材料です。いろんなタイプがあると思うんですけど、一番オーソドックスなやつを紹介します。これはあのタレ瓶ですね。あの醤油ですとかそういったものを入れる調味料を入れたりするやつですね。でこれ この口を取って、これワッシャーなんですけど、このサイズが合うやつをやらなきゃなんないんですけども、この口のサイズに合うやつを選んでですね、これをねじ込みますね。まあ、完璧じゃなくてもいいんですけど、まあ、落っこちない程度にこうねじ込むと、ね、であとここにこういったタイプのクリップなんですけど、これをペンチがあれば入れるといいですね。あとこれクリップは何のためにやるかっていうと、こう不沈紙で後でですねプラチェーンをこう引っ掛けて、まあ、釣りのようなですね、釣りゲームのようなことをしたいので、魚釣りゲームみたいなことができればまあ、これあと2つ3つ一緒にこう作ってやるといいんですけど、釣りゲームみたいにするのにはクリップが先がちょっと長すぎる感じがしたので切ってみることにしました。ペットボトルに水が入っています。これプラチェーンなんですけど、で魚で釣りをするというね、魚が釣りをするというね、ちょっとお遊びにしたいので、プラチェーンをペットボトルの中に入れておきます。で先ほどの不沈紙ですね、これ水が入ってるんですけど、空気が少し入っていてバランスが取れるようになってます。ちょうど突っ込んだ時に途中まで行って戻ってくるぐらいの量ですね。事前に水を入れてあると。ペットボトル入れてきますね。でキャップをしまして、ちょっとキュッとこうね水圧をかけてると下の方にこう向かっていくと、まあ、これはほとんどいわゆるノーマルな不沈紙ですね。ギューッと圧力をかけるとこの不沈紙の中 この空気の部分ですね、そこの体積が圧縮されると、そうすると浮力が低下するので下に沈んでいくという仕組みですね。まあ、このままでもいいんですけど、下にせっかくプラチェーンがありますので、ここに引っかかるようにこう、まあ、吊り上げると、こういうゲームをするといいんじゃないでしょうか。魚の形しなさい、魚が釣りをするっていうね、魚を釣るんじゃなくてね、魚で釣るというね、そういう遊びになってますけど、微妙に夢中になってもしょうがないと思うんだけどな。よいしょ。ノリですよね。あれ引っかかんねえな。